ザザンと降臨パズラウェアス6、ついに第6弾ゲット降臨で、あのね、第5弾に関しては本当にごめん、マジでごめん。こっちのね、第5弾の方はね、コンプできなかったんだよね。あとね、2枚のところまで来たんだけれども、もうなくなっちゃって売ってなくてさ、コンプできなかったんだよね。今ね、ネットで探しててあったらまた買って開けるからさ、これまだ諦めてない。でもその前に今回はね、6開けちゃうわ。今回のラインナップやべえよ。なんと三国志の連中が猛威を振るってんだよね。ほらすっごくね、このメンツ。あと金と赤の箱押しがあって、なんと赤の方にカンウ、俺の大好きなカンウ運長がいるという、この奇跡ミラゴンね。俺一期当選でさ、カンウ、あとね、モーちゃん、カンウとモーちゃんがすげえ好きなの。だからこのカンウはね、ゲットしたい。でも一番の狙い、一番欲しいのが戦意とミネルヴァ。いや、もう余裕で、もうミネルヴァでしょ、俺の大好きなミネルヴァ。だからこいつをゲットするために早速開けようか。パッケージはね、このザント、この2つのタイプがある。おお、かっこいい。やばいな、しびれるぜ。カンウほんとやばいよね、マジ震えるわ。大胸筋やばい。まあ筋トレの後でしびれてるだけなんだけど、筋トレやりすぎてもう大胸筋震えてんだけど、もうパズドラウィハース6見つけた瞬間に全回復、もう余裕の回復を見せたから、開けて早速見ようか。さて、記念すべき、おお、カムイだ。一発目はカムイ、レアだね、レア。ザント、なかなかいいんじゃない。お、かっこいい。でもね、こいつ持ってないんだよね。こいつも持ってないと。余裕で持ってないのがたくさんある。俺カウンも大好きなんだけど持ってないからね。カウンも大好きなんだけれども持ってないっつうな。もうアホだろうな。お、やったぜ、白雪来た。白雪姫、ザン見て、かわいい。周りのやつらもかわいいよね、こいつら。スノーホワイト、イエス、スノーホワイトゲットコリンで、あざす。余裕で、ね、美女カードコレクション。あとミネルヴァ頼むぜ、ミネルヴァ。儀式、儀式、よし、絶対来る。もうね、早い段階で来てほしいんだよね。あの美女来てくれ、ドゥルドゥドゥル、おーし、おーし。マール水ガールズ、こいつ初めて見た、初めて見たわ。あ、待って、こいつ持ってたっけな。ガチャでゲットした記憶もあるな、マール水ガールズ。だから持ってる気もするけど覚えてねえや。うん、俺水系あんまね好きじゃないから、あんまね覚えてないね。でも持ってる気がする、あれなんか出た感じするわ。シックス、体力タイプでしょこいつ確か。体力タイプだったらおそらくそうだと思うんだけどな、違うかな、ちょっとごめん、あの記憶が定かではない。おお、カサブランカ、カサブランカ来たわ。ザント、おー、デザインいいよね、持ってないけど。アプリで持ってなくてもカードでゲットできれば全然 OK。 よし、カサブランカ。いやー、ミネルヴァなんか来る予感しない。頼む、ミネルヴァ来てくれよ。初期で、初期で、初期で、初期。いやー、前回のさ5めっちゃ苦労したんだけれども来なかったんだよなー。全種類、全種類コンプっつうね、奇跡が来なかったんだよ。ホムラ、ザント、おー、デザインいいね、やっぱやっぱレアってさ、デザインいいよね、光ってっから。よし、さてもうそろ来るんじゃないですか。早い段階でゲットしたい。頼む、ミネルヴァ。おお、エルダーヨトゥン、エルダーヨトゥン。あー、こいつなんかフレンドの人が持ってたな、あのリーダーにしてた気がするわ。うん、かっこいいな、まじまじ見るとすげえかっこいいデザインしてんだな。わお、持ってないけどね。こいつは持ってないけど、まあカードでゲットできたら OK でしょ。いくぞ、頼む、スポリー。おお、ホッドルッドゥー、コスモスヴィーナス。正直言って初めて見た、何この美女、初めて見た。コスモスヴィーナス、もう余裕で美女カードコレクションでしょこれ。何この美女、ダメなやつでしょ。ていうかこの美女も可愛いけど、トゥルッドゥルッ、可愛くね。何こいつ、可愛いじゃないか。やった、嬉しい嬉しい。おお、余裕で美女カードコレクションにランクイン。よし、頼む、波に乗ってミネルヴァもしくはカウン来てくれ。いくぜ。あ、これ来たわ、俺の見聞色が言ってる、ミネルヴァ降臨するって。あ、ごめん、マジで、うん、当てになんないね。こいつガチャでよく出るな、こいつ。ブルード、かわいい、入っとる。超かわいいな。よし、あー、ミネルヴァ今回でゲットしたいね。まあ箱買いしてきたからさ、
おそらく来ると思うんだよな、余裕のよっちゃんで。お、ヤタガラス。こいつはあの強化合成用だよね。あ、書いてあるわ。ごめん、書いてあったわ。タイプ書いてあるわ。ドラゴンとか余裕で書いてあったわ。そういうことね、ヤタガラス。おお、あ、デザインいいね。あ、これデザインいいじゃん、マジで。字がいい、ヤタガラス。おお、足がさ3本あるっつうのがいいよね、ヤタガラス。頑張れ日本、やったぜ。よし、頼む、来てくれ、頼む。景色からの絶対来る、リセチョキリね。カード来たと思った、これだ。おお、やめろよフェイク、やめてくれスポーリー。ミネルバ、ミネル。おお、スーパーレア来ちゃった。覚醒ゼウスバルカン、余裕で持ってないけど。神ドラゴンタイプなんだ。あ、タイプ書いてあるのいいな、ほんとかっちょいっすね。わーお、かっちょい。なんだこのデザイン、おふざけろよお前、めっちゃかっこいいじゃねえか。あ、待って、あれだ、あのね、これ赤の箱押しだった、そうだ忘れてた、わりわり赤の箱押し、かっこいいね。やったぜ、これ嬉しい、初のスーパーレア、あざす、これ嬉しいね。さて次あたりミネルバ来るんじゃないこれ。はい、ミネルバ降臨、あざす。はい、みんなありがとう。おお、赤ずきんかわいいね。タイプは回復、体力タイプ。おお、いいな、デザインすげえいい、かわいいじゃん。みんなどっち好き、白ユッキーと赤ずきん、どっち好き。俺的にはね、赤ズッキーの方がかわいいな、白ユッキーよかズッキーのがいいな。いや、ズッキーかわいいね。やったぜ、ズッキー降臨。このシリーズもさ、コンプしたいね。あとは眠りもゲットした。あ、やべ、半分終わった。10パックが今ので。やばいな。半分終わったから、残り半分。やばいぞ。ちょっと待って、焦ってきた。やばい。待って待って、お願いします。せい！おお、親指来た。やったぞ。タイプは攻撃回復。かわいいじゃねえか、おい。めちゃめちゃかわいいじゃねえか。やった、このシリーズ揃うかもね。あとはさ、眠り姫。でもまあ、眠りとシンデレラが来てくれたら、おお、この、おとぎのメルヘンシリーズ、コンプリート。いいね、いいね。いや、かわいいな。ちょっとこれはいい。このシリーズすげえいい。つうか、一番の狙いが来ない。頼むぞ。やめてよ、また、コンプできないのか、まず。今回で、ね、コンプリートは無理なんだけれども、ミネルマだけはゲットしたいよね。そうそう、かっこいい。神攻撃タイプ、わお、イケメン。そ、あ、待って、 G かっこいいね。そうそう、今回の三国志いいな、これぜひともコンプリートしたいね。わお、いや、デザインがもういいね、ドラゴンに乗ってる。そうそう、おー、やばいわやばいわ。でも一気当選だとね、カウとモーちゃんやばくない、モーちゃんボインだから最高。あと、カウンはね、肌の色がね、ちょっと日焼けしてんのがいいよね。まあ、日焼けっつうか、ジグロかな。あれがたまんないよね。ザント。お、シンデレラ来たぞ、シンデレラ。わお、やったぜ、ハイカブーリ。体力、神タイプ。ザント。待って、ちょっと待ってよ。俺、どれが好きかな。今んところはね、やはり、まあ、ズッキーがナンバーワンかな。みんなどれがいい？今んとこ。白ユッキー、ズッキー、ね、親指、ザント、シンデレラ。いやー、どれだろう、どれ人気あんだろう。俺、ズッキーが一番好きかな。このね、見て。かわいすぎる。ここがね、いいよね、この細かいところ。最高だわ。行くぜ。待って待って、焦ってきた。ミネルバ頼む。ミネルバ頼む。頼むぞ。俺の大胸筋が入っている。絶対これがミネルバだということ。お、ツッツルッドゥー。これも初だね。つか、今のところ被ってないね。おお、なんじゃこりゃ。すごいな。めちゃめちゃ綺麗なドラゴンさんじゃないですか。あざっす。こんちゃっす。よし、来てくれ。頼む、頼む、頼む。頼む、今回はミネルバ。ミネルバをゲットできればすげえ嬉しい。だってさ、前のシリーズ、5段でさ、なかなかバルキリー来なかったから、今回はね、おう、アークハーデス、余裕で持ってないわ。神、ほう、悪魔タイプ。かっこいいな、こいつ欲しいな。お、かっこいい。なんじゃこりゃ、いいね。こいつもゲットしたいな。いいな、いいな、いいな。強いのかな？ちょっと待って、数値見てみようか。おう、ほうほうほう。ほうほうほう。スキルなんだろう？ほう、わかんねえわ。見ても効果わかんないです。すいません。見てもわかんないですわ。行くぜ。
頼むぞ、みんな願ってくれ、頼むみんな願ってくれ、ミネルヴァ、ミネルヴァ頼む、はあ、バルキリーみたいになりたくない。黄金のバニー、やったね、狙ってた黄金のバニー。あと2体いればね、究極進化できるんだけどさ、1体ゲットしたからガチャで俺倒せないんだ、あの火曜ダンジョンでさ倒せないから。虹の番人はね倒せるようになったんだけれども、余裕でこいつ倒せねえんだよマジ、雑魚だから。くそーこいつ欲しいよ、簡単に倒せるようになりたいな、早く。ガチャでしかねゲットしたことないんだよね今まで。うん、早く鍛えてもっと強くなって倒せるようになろう。いやーいいな、デザインも好きなんだけどさ、やはり進化の時にすごい使うから。やべえ、あと3つ、皆様あと3つになりました。やばいんじゃないこれ、これやばいよねみんな、これ普通にやばいよね。カウンも来てないし、まあ黄金の番人来たから、まあ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 、よしとしようかな、よしとしようかな。諦めたらそこで試合終了という。おお、スーパーレアじゃんこれ、アテナ来た、やったぜスーパーレア。あ、もう神でしょこれ、あざす。拍手したいけどちょっと手が埋まってっから、大胸筋拍手、大胸筋拍手入ります、あざす。うわお、やった、めっちゃ嬉しい、今回ね今んとこナンバーワン、やばいね。うおー、かわいいかわいいかわいい、最高。はい、美女カードコレクション、余裕でドブリン、いくぜ、あと2つ。うわマジかよ、ミネルヴァ今回も来ないか、今回もバルキリーみたいになる、バルキリーみたいになる、やめてやめてやめて、絶対来る、信じる。覇王色発動ドゥルトゥトゥ、うん、ほんとごめん調子乗ったわ。いやマジね、俺調子に乗ったらねマジうまくいかない。でもさ、かぶってないよね、ワンボックスでかぶんないことなんてあった今まで。何枚かはかぶってた記憶があるんだよな、箱替えでしたとしても。でもかぶってないよね、かぶってないよね、かぶってないから、なんかいいね。ラストはもうない、もうない、空っぽ。何回見た、確かめた、なかった。くそ、まあ、ざげんなよお前ミネルヴァ、お前来なかったら、ま、いやでもね来てくれるはず。ビズ・アースガル、体力タイプ、なんだこのごついやつ、すげえな。でもデザインはヨトゥンが一番好きかな、こういうタイプのやつだとヨトゥンが一番かっこいいかな。いやー、ということで今回狙い来なかったけれども、なんと1枚も被らず20枚のカードをゲットできたから、うん、全然最初にしてはね波に乗ったと思うわ。いやー、かわいいね、シンデレラ、このシリーズいいな。あとはね、眠り姫が来てくれたら、いやーコンプだったんだけどな、おとぎのメルヘンシリーズかわいいな。俺でもねやっぱねズッキーが一番好きかな。うん、まあ多分ねみんな親指姫好きでしょ、きっとかわいいから。どうだろう、あでも親指人気ありそうだよね、こいつかわいいもん、すげえ。でもズッキーがいいね、俺ズッキー、なんと言ってもこのオオカミ、オオカミとさこう仲良くなってるズッキーっていいよね。赤ずきんちゃんなのにオオカミをもうね虜にしちゃってる、そこがたまんない。あとこのねズッキンね、いやーかわいい、最高で。これね持ってるわ、うん、進化してないけど持ってるわ、かっこいいねデザイン。でもねこのシリーズだとこいつが一番好きかな、ヨトゥン、すげえかっけえ、こいつ欲しいな、いつかゲットしたい。うん、よし、でパーッと見てって、今回出た唯一の三国志、そうそう、いやーかっこいいね、そうそう、なかなかいいわ。あとカンウ、カンをゲットしたい、早くね、カンも来てほしかったな。ブルード、これすげえかわいい、お気に入りで、あとはバンと来て、いやこいつのデザイン最高だわマジで、これ大好きで、ゾンと来てバンと来て、そしてヤタガラス、これすげえ気に入った、なんか字がいいよね、字っつうかさこのデザイン全体のさバランスもいいし、字もねなんかもう美しいし、このねヤタガラスなんかさいい味出してるじゃん、この字、中華料理屋さんの看板みたいな感じのさ、やってるかいみたいなね、食べちゃうよみたいな、入っちゃうよねこんな看板あったらね、いい匂いとこの看板の字に誘われて、ヤタガラス最高でしょ、中華料理屋さん出そうかな、ヤタガラスってこの字でね、なかなかいいじゃん、足3つのねカラス、ヤタガラス、これすげえお気に入りで、黄金の番人、これすっげえ嬉しい、最高っす。で次ザンとスーパーレア、ゼウス、おっちゃん来た、おっちゃん、ヒゲのおっちゃん、いやーかっこいいね、やっぱスーパーレア違うな、赤の箱押し、すげえかっこいい。でザント、今回のナンバー2、いやーかわいいね、まさかこんなキャラがいたんだ、こいつ知らなかったんだよね、このカードで初めて知った、めちゃめちゃかわいいわ、こいつゲットしてーなー、
マジですげえいい。で、今回のナンバーワン、あざす、スーパーアリアのアテナ。いや、美しいね。最高でしょ。ほら。やっほい、このね、いやー、最高最高。嬉しいな、回復ゼロ。回復ゼロなんだ。へえ、知らなかった。アテナって回復ゼロなんだね。ほう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 、勉強になったな。都合で今回は、全部被りなし。20枚のカードをゲット降臨で。いやー、コンプまでね、今回もね、長い道のりになると思うけれども、ウェアス、復活してっから、いくらでも食える。いただきまんもつラーメンって感じ。だからまだまだ余裕あるから、今回は早いうちに、コンプしちゃいたいね。全部で44種類。いったろうぜ、パパッと。で、コンプしちゃおう。うん。じゃあまた次回。次回こそカウント。いやー、ミネルヴァ今回欲しかった。くそー、へこんだわ。ミネルヴァで、お会いしましょう。最後はね、やはり、こいつでしょ。アテナバイバイ。いやー、最高。このカード超絶気に入ったわ。マジ永遠の宝物家宝。見て、この美しいデザイン。アザスラブ。アザスラブって感じじゃない？悪い、ごめん、意味わかんねえか。